ロッテ、ポランコ、パリーグ最強外国人になる。ポランコ、12本37打点、OPS741、アリエル、11本31打点、OPS805、マキノン、10本30打点、OPS734、ホームラン外国人トップ、全体でも4位や。圧倒的な外人野手っていなくなったよな。良いところで打ってくれる。ホッピーツの間に、そんな打ってたんか。契約延長ある？打率をかけよ打率を。去年20本そこそこ打ってなんでクビになったん？セリーグは DH ないからね、あの守備じゃ3割30本でトントンじゃないか。今年結構当たり外国人助っ人多いね。アリエル結構ええな。来年シルエットある？チーム別成績見せて。調子良い時は手がつけられんな。思ったより打点あるな。怪我で劣化したとはいえあっちでシーズン20本打ったことあるだけの力はあるな。OPS 675から758から734。2日で変動しすぎ。爆上げしすぎやろわら。もう少しでマリンスタジアム場外弾あったしパワーだけはガチ。ご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価も、よろしくお願いします。他の動画もぜひ、ご覧いただけると嬉しいです。